何してんの？寒いこの家あのですね、皆さん緊急事態が発生しました。この家のですね、暖房が完全に壊れました。ダンボルギーニ、あの普通にやばいんですけど、なんかね、おかしい、見て、寒いよ。ほら、なんかやばい音鳴ってる。 FL なんちゃらかんちゃら。あ、もうそれ、なんかさ、やる気ないよね、このもう、これが、ここいつがひどい、本当に。あの、本当に寒くて死にそうなんです、マジで。冬ですよ、冬。ねえ、こんなんでやっていけると思ってる？でも、ここはすごいあったかいよ。で、ここだけあったかいよ、これ。すごいね、これ。有能だ。でもね、これめっちゃ電気がかかるのよ。いつもここ足でふみふみしてるよ。汚い。汚くないよ。僕の足やよ、だって。関係ないよ。誰の足でも汚いよ。そんな汚いとか言ったらあかんよ。バッチ。え、だから本当にちょっとさ、もかちゃんに居候させてくんない？いや、いいや。いや、本当にちょっとマジで壊れちゃったの、俺。もかちゃんは結構寒いし、同じぐらいかも。嘘つけ。あ、そうだ、ここの家も床暖ついてんの、そういえば。あ、これ作ったらいいんじゃない？使ったことないんだけど、これ。え、床暖？え、待って、ここ、え、これでいけるやん。天才やん、俺。ちょ、無視しないで。普通に。無視だけは良くないね。これ取り上げるよ。いいんか？なんか今日可愛くない？え、本当に可愛いな。あれ誰？やっぱ冬可愛いよね。なんで？寒いと顔が赤くなるから。そう、ポッてなんか赤くなって可愛いなんね。赤ちゃんってキモいな。またまたそんなこと言っちゃって。またまたおまた、うん、またまた、うん、おまた、おもんないな、お前。お前もだんだん親父になってきた。親父ギャグばっかり言うおっさんになっちゃったのか。今日いいんきゃね、あれやろ、ポーズ揃うまで帰れません。せーのポーズね、うん、せーの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 、ねえ、合わせに行かなきゃいけないじゃん、もうから。せーの、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 ちょっと違うな、こっちやったのか。せーの、せーの、せーの、そろったやん。イエーイ。何がおもろい、これ嬉しいでしょ、もうってなったでしょ、高揚されたでしょ。くっそ、ほどしょうもない。待って、めっちゃかっこいいこと書いてる。何あれ、あの赤の感じ。天無知用、天地無用、温故知新、天地無用だって。上と下を逆さにしてもいいよみたいな、問答無用的な。問答無用で、天と地は問答無用みたいな。あ、なるほどね。これかっこよすぎやろ、天地無用です。あ、僕天地無用なんで。天地無用。うん、何何してた今？何してる？なんかしてたな今。何してるよ？え？ちょっとそのポッケ見せてみ。いやいや、ポッケ見せてみ。ポッケ入ってないで。探してみ。これ。ん？身体検査。あ、いた。え、何？身体検査されてます。なんか今隠したね。隠してないよ。なんかエッチ。ないでしょ。あれ、なんか、なんかあるよ。ストップ、人たちに言ってて。いただきます。お菓子食べたらあかんよ、この夜遅くに。じゃ、なんだったらいいの、逆に。夜は何も食べちゃダメです。でもさ、夜ってさ、うん、朝起きた人の夜の場合でしょ。なんか鼻声すぎない？誰かさんに移されたんだな。え、誰に移された？誰と？ほんとひどいやつがおるんやね、世の中。滞在の男がいるんだけどさ、誰と思う？わかりません。はい、というわけでですね、もかっちとなんか深夜2人でくつろいでます。何その説明。今どっちも体調悪いよな。え、私は元気だったけどね。私の病原体これ。風邪とかさ、マジ10年に1回ぐらいしか引かないのにさ、宮君と出会ってからさ、ようわからん病気ばっかなるんだけど。怖い、この人なんか持ち込んでくる、いっぱい未知のウイルス生成器やから。鼻声かわいいな。迷惑こむってるでって話よ。鼻声でかわいいな。かわいいとかかわいくないとかの話じゃない。鼻血、なんで自分で免疫弱いんだろうね。布団洗わない、空気入れ替えしない、ゴミ箱にゴミ捨てない、飲んだペットボトルとかも全部まき散らしてる、お風呂も絶対毎日入るわけじゃない。そういうところじゃない。だからなんか、でもまた俺会いに来たのって、
やっぱ俺も好きだから。ホストみたい。ちょっと寂しかったからかな。二の腕筋肉痛だからやめてな。で深夜にこんなさ、うちで集まってさ、何ホームパーティー、ホームパーティー。ホームパーティーすんの、うん、二人で、うん。ホームパーティーってもっとね、10人とかおるとこじゃねえよね。いいよ、二人で陰キャだし。どういうホームパーティーするじゃん。えのき食べて、うん、牛乳飲む。帰るよ。えのき牛乳パーティー、えのミルク、えのミルクパーティー。今日どんな一日でした？今日は朝6時に起きて、ブルグラ食べて寝て。俺今日なんとね、起きたら21時だった。終わってるね、もう深夜って感じやな、ちょっともう宮城くん朝でしょ。何を言ってんの。いやだからさ、なんかさ、ちょっとさ、本当に千葉逆転続けてきて、この 2,3 年ぐらい YouTuber になって、本当に良くないと思いますよ、千葉逆転。やめた方がいいってことを皆さんにこれ言いたい。ひもて、それひもて、みやみやひもて、はいはいはい、ひもて、ひもて、はい、みやみやひもて、はいはいはい。帰ってお前帰れ。まあそうね、千葉逆転良くないよっていう話なんですけども超絶巨乳に見えなくはない。もうちょっとさ、僕はさ、体硬いからさ、くっつかないのよ。もうキモい。こういうやつ知ってる？1、2、3、4、5、うん、なんか調査兵団みたいなのやって、解散ってやつ。何それ、知らないでしょ普通。え、知ってるよ多分。いや知らないから知らねえって。え、多分半分以上の人知ってる。え、なんとかっていうの、なんか1、2、3、4、5してなんかして。あ、分かった。じゃあ1、2、3、4、5、ここ乳首だ、解散。どういうこと。一周する、何か一周なんかして1、2、3、4、ここ乳首、解散。だから一周しろって言ってんの。何の成果も得られませんでした。調査兵団。おもろ。でも本当これちょっとすごいね、君アイカップぐらいあるんじゃない。あ、痛い。どうしたんだい、こんな大きくなっちゃう。やめて。いやさ、本当にこんな巨乳でこんな可愛い子いたらマジで好きになるわ、普通に。胸大きい人の方が好きなのよ。俺そんなことないよ。世の男性、世の男性はまあそういう人多いんじゃない。まあ僕は普通にモカチのことが好きだから、まあ、胸と関係ないから。あんま、じゃあモカとか関係なかった、うん、まあ G カップ以上かな、普通に。見たことあるのじゃん、 G カップ。いや、あのアニメとかで。違う、多分そのアニメのそれは現実世界の J ぐらいです。J? 現実世界の J ぐらいだよ。絶対垂れとるやん、そしたらもう。そうで、胸の乳腺って一回切れたらもう二度と戻ってこないんだよ。だから何の話してんの俺ら。だからさ、ダンスを、そのスポーツやってる人一回切れたらもう二度と帰ってこないから、それは乳腺切れちゃうから、ここ上げても走りなさい。俺の一発逆やっていい？一発逆。かわいいな。いや、もうちょっと深夜だからダメだ。今ね、その話を聞いてやりたくなって一発逆あんのよ。やって。いくよ。うん。何やってんの。ワンピースナビ。どういうこと。え、知らないもんか、ワンピース。これ、みんなめっちゃ面白かったでしょ。なんかこれね、面白さを視聴者の人にちょっと届けたいんですけど、さすがにちょっとね、出せないということで。わかんなかった。は、お前、おもんな。一人用が。お前な、社会の鉄則として、上司がこうやってギャグやったら、って笑わなあかんねん。下手くそか、お前。お前、そんなやったらいつまで経ってもお前、平社員でもないぜ。株式会社アイドルの生活で。いいの。セクハラ上司じゃん。訴えられろ。とっちめられろ。本当に良くないと思う、セクハラだけは。いや、YouTube でバンされちゃうから。あんまセクハラってワード使わないでもらって、やめて。YouTube で。セクシャルハラスメント。それダメでしょ、もっと。セクシャル。一番ダメでしょ。あ、それエッチな、エッチな感じになっとるわ。セクシャル。やめてって。やめてって。やめろって言うんだ。うわ、ハラスメントだ。これパワーハラスメント、もしかして。この人も、兄とあるハラスメントを詰めた人間。世界のハラスメントって名前の芸人やります。ごめんな。どん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 爪剥いちゃうよ。やめて。どん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 爪向けてて、どんどんなくなってくる。ないやん、もう全然。まあ、ちょっとそろそろですね、まあ、この家ももうね、退去するんで。え、んもうこの家取り払いますよ、そろそろ。なんで退去しますんで、もう最後にね、ちょっとこう皆さん見てもらって、そろそろ。ということで、まあ、ちょっと段ボールありますんで、こんな感じで。ダンボールギーね。ちょっとこれ何だと思いますか。もしかしてこの時期ということはサンタクロース、はい、ああ、そうですね、これサンタクロースから送り物ですよ、これ。あ、後ろにもありますよ、後ろにも。ダンボールが。わ、すごい。ダンボールギーに開けていいの。はい、どうぞ。いや、ハサミ要件かも。はい、こちらですね、後ろの方もなんと視聴者の方にいただいたプレゼントでございます。いやー、すごいね、ほんとに。メカ箱だね。ちょっと楽しみです、開けていきましょうか。たくさんだ。何か出るかな。なんかお楽しみボックスみたい。確かに。あ、
なんか私の名前が見える八羽なもか様。え、すごい、なんかすごいディズニーのものがたくさんあるよ。あ、私の大好きなパスタスナックみやび様、ありがとうございます。ピオリン前髪クリップって書いてある。かわいいよ。本当だ、かわいい、ね、かわいい、キラキラしてる。読めない英語が。エアタグだ、めちゃくちゃありがたい。これはみやび絶対必要なもの。いや、絶対必要なやつだ。おお、すごっ。PSP PSP の充電器も一緒に懐かしいというか、 PSP とかめっちゃいい匂いする。え、しかもめっちゃ綺麗だよ。懐かしい、懐かしい、やべー、え、 PSP やば。そう、これのピンクに、なんかこれのピンクを中学校の時めっちゃ使ってて、軽音にカスタマイズとかしてたの。俺さ、 PSP であの FPS やってたら俺の味さめっちゃ厳しいんよ。で、今まで俺 PSP まではあの小学生の時 DS めっちゃやってたんよ。 DS もダメで DS2 回ぐらい逆パカされてんのね。ね、やばい。逆にバカって目の前におられて、もうゲームさせないしちゃうからっつって怒られて、その怒られた時に親父が PSP 持ってバキって笑おうとしたんだけど、また割れなくて、これさパカパカなってないから。そしたらあのめんこみたいにバンって叩きられて、足でガンガンガンって踏まれてつかなくなった。なんだろう、ノートパソコンも逆パカされてるからね。やば、うん、最強だよ俺の味マジで。かわいい、パジャマかよ。かわいいね、かわいい、かわいい、あ、かわいい。開けてきます。俺も精密機器って書いてあるよ。チェキだ。チェキ機だ。チェキフィルムとチェキ機だ。今もうね、チェキの値段が天元突破してる。やばい、やばい、もうね、2倍超えた。前まで 1.5 倍とかだったんだけど、もう2倍超えて、やばい、高すぎるよ。フィルムも本当に大変ありがたいし、チェキ機も使いすぎてすぐ壊れちゃうから本当にありがたい。ケースも可愛い。すごいね、ピンクだよ。使わせていただきます。アイドルにとって必需品なんでね。ありがとう。これ、ね、このままあっちのやつ置いてこう。アマゾンギフト券1000円かける10枚。お手紙読む。可愛いもかち&世界一イケメンのみやびくんへって書いてあるよ。まあな。あ、待って、わかるよ。最近ライブに来てくれた。ありがとうございます。嬉しい。おお、すごいね。ありがたいね、本当に。ありがとうございます、本当に。面活中。面活中。かわいい。怒られそう、それで4度寝ぐらいしてたら。あと、甘ギフトね、これ、ハーゲンダッツの件もありがとうございます。これ、動画の中でね、ハーゲンダッツ食べさせていただきます。これ、手紙。ありがとう、お手紙。ジップロック。バブ、薬用。いつでもなんかお風呂にバブ入れるから。で、これ、両方モカが使ってるパックなのだが。あら、話せるべだらけじゃないですか。なんか嬉しいな。いつもさ、私が使ってるさパックとかさ、分かって多分送ってくれてるのかな。すごいよね、それ。これ手紙系だね。はい、ありがとう。いや、ありがたいね。嬉しい。なんかさ、星の子じゃねえ、推しの子、推しの子なみたいじゃん。ほんとだ、アクアとルービー、かわいい、飾ろう、飾ろうね。ポケカのパックをいただきました。開けてみて。なんか柄が違うよ。あ、こんな感じなんだ。え、すごい、面白い。ありがとうございます。いい、これは貴重だ。おパンチュー、あら、かわいい。あ、めっちゃおパンチュだ。これつけよう。コースター、あら、かわいいね。おパンチュがある。お、かわいい、かわいい、いいね。つけとこ。何かな。あ、これもおパンチだ。おパンチグラス。本当だ。かわいい。シナモンのビッグタオルもやったよ。ブランケットだね。でかさ的に。きれい。あ、いつも。あら、ありがとうございます。あら、すごい、パーカーだ。かっこいい、これ。なんかモコモコ。恐竜だ。やった、嬉しい。あと恐竜好きだから、ね。恐竜好きだから。ありがとう。トウキビチョコか。あ、うまそう。靴下だ。待って、靴下だ。だって一緒。ほんとだ。うわ、俺今靴下がなくて寒くて寒くてさ、ほんとに助かるわ。うわ。足温めないといけないっておばあちゃんがよく言ってた。これもなんか精密機械的な。あら、あらま。なにこれ、つむつむのチェキ。そんなんあるんや。つむらの私的には、え、クオカード。あ、2個でも入れてくれてるわ。あ、2個ともいただきます。ありがとうございます。ずるいでしょ。つむつむチェキカメラだって。すご。ありがとう。しかもフィルムまでありがとうございます。大切に使えます。サンタさんからのプレゼントでした。ちょっとまあサンタでは早いけど、まあちょっとサンタには早いけどな。一旦じゃあちょっと片付けますか。はい。何、時代が変わりました。早速始めないよ。
まあ、という俺も早速ね、これ美味しい、お菓子食べてるんですけど、人生で初めてやったゲームがイオンで当たった PSP なんだけど、粉だらけ、デブやこれデブやねデブやうまっ、止まらんね、一生食ってる、いつも嬉しいね、たくさん、本当にありがたいことよね、うん、あ、ねえ、ボロボロしないで汚い